今回は、ウタの死亡が確定してしまったことに対するネットの反応集を紹介します。それではどうぞ。ウタ死亡確定しちゃったけどさ、みんなはどうやって心保ってる？俺はもう折れて燃えかすになっちまったよ。あー、人はいつ死ぬと思う？人に忘れられた時だよ。私は泣いた。必ず、生存 F の SS を完結させねばならぬと決意した。とっくに二次創作というウタワールドに逃げてたのでノーダメージ。生きてると思ってた奴なんていないだろ。探すと結構見かけたよ。まあ映画はギリギリぼかしたと言えなくもないから無理もない。公式が言っただけやん。とりあえず他の公式の見解を待とう。今回はマルチバースではないって断言されてるから、おそらく本編映画変わらず死んだ扱いっぽいのがね。でも新型電電無視の存在なんかは映画時空だけとも言われてるぞ。フィルムは全部パラレルワールドだぞ。ソースは小田先生。映画に関しては薬飲まなかった時点で死んだとは思ってたよ。本編は、レッドの事件ないなら生きてんじゃね？って希望持ってる。公式が勝手に言ってるだけだから、こっちはこっちで、都合のいい解釈で楽しませてもらうから。そこは無敵の、公式が勝手に言ってるだけ理論で、初めてですよ。公式が勝手に言ってるだけに希望を見出すなんて、堅くなに死んでないって言い返す人らいたから、公式が明言してくれてよかった。死にゆく、歌の時点で覚悟は決めていたはずなんだ。歌。私は、お前の死を受け入れることができん。涙も出んのだ。なぜかな。歌よ、蘇生呪文だ。さすがキャカ様。でも原作で生きてるかに関しては一切が謎のままだねー。クソ性能すぎて小田先生から原作軸で金扱いされた SSG 一作でんでん虫くんがいないからまだ生きてる可能性は高い。心のどこかではわかってた。わかってたよ。それはそれとして誕生日ピンポイントで死亡確定させるのがシンプルに最悪。だからこそ、生存 F の二次創作を作る、漁る必要があるんですね。ルフとシャンクスに助けられただけだと、ウタというキャラクターの格が一つ落ちてしまう。めちゃくちゃ辛い、がそれはそれとしてそうだよな、ありがとうという気持ちになった。俺は強いオタク、俺は強いオタク、俺は強いオタク。こんなに怖い顔で、新時代行ってて、ウタっぽいシルエットがあって、覇王色ドカーンしてると、本編でも同じようなことがあったけど、ルフたちが行かなかったから、もっと悲しいことになってそうって思ってしまったけど、ウタを危ない目に合わせた、海軍にぶち切れてて、ウタは元気元気って可能性あるよね。そうだよね。マルチバースではないので、原作でも死んでいるんじゃ？あくまでシャンクスの時間軸だから、エレジアで、ウタと別れた時点で分岐してるぞ。時間的にも、物理的にも、厳しい新時代計画を、本編に組むのはさすがに無理があるんじゃ。原作軸に回収されてるのは、12年前までの話じゃねえか？映画では間違いなく、死んでるだろうとは思ってたからまあ。原作は、どうなってるかわからんしって思ったけど、なんだかんだトットムジカ自体は、赤髪、海賊団だけでの撃退実績ある、あたりフィルムレッドから、麦わら要素全抜きした、バージョンが原作の裏で展開されて、でもおかしくなさそうではある。赤髪、海賊団だけで撃退できてないぞ。あれは歌の体力が尽きただけで、なんでだろう。正直映画見た後とかに、歌生きてる可能性ある、とか、言うの、見ても嫌ないだろと思っちゃってたし。生きてる可能性がないことぐらい分かってたはずなのに、いざ断言されるとこう受け入れがたいものがあるよね。原作では歌の歌が流行ってる様子ないしな。まあ大丈夫だろ。虚無ってそうだけど、レッドはニカルフとかエンマゾロ、イフリート3時が出る一方で、ビッグマムやペロスが元気だったり、ルフィがまだ5番目の皇帝扱いでまず時系列が曖昧すぎてパラレル扱いせざるを得ない。歌は死んだこそ立つキャラだと思う。それに人は心で生き続けるの。人はいつ死ぬと思う？じゃあ何ですか？本編歌は幼馴染みにも父親にも死に目を見取られなかったって言うんですか？当たり前だ、ドン。白状かもしれんがロスとかはなかった。下手に否定するとあの映画の中の歌も否定してしまうようで、同じく、歌ちゃん本人があれで幸せだったならガイアとしてはそれを肯定したい。公式には変にブレないでいてほしいんだわ。こっちが勝手にやるから、まあ死んだのは確かにショックだったけど、無理筋でも良いから、生きてると思い込みたい、とかじゃなくて、死体とかが見えてないから、死んでるのだって確定してないだろ。どっちも妄想で変わらない、みたいなこと言い出す、奴にはうんざりしてたからまあ、仮に原作で歌出すなら、別方向で歌を曇らせてくるぞ。小田先生はそういう方だ。最後に晴らせてくれるなら別にいいよ。映画は、実質最後まで曇ったままだったし。空島ハーッタロウ、歌が生きている世界も操作、必ず存在する。マルチバースじゃないってのハウタの存在とシャンクスとの関係のことだろ。映画なんて、どうあがいても本編に組み込めないし。いいよね。ライブが近くなって一旦休戦するルフとカイドウたち。
おまけにコビーも黒ひげから解放されて任務行ってるからな。音楽鑑賞趣味なのに行かせてもらえなかったキッドのことを考えると涙が止まらない。麦わら、幼馴染の晴れ舞台ならちゃんと行ってこい。おう、トラファルガー、クルーがファンだって言うなら連れて行ってやることも船長の務めだと思え。とりあえず行ってこいというのは分かった。きっと、じゃあ俺も。てめえはダメだ。てめえまでいなくなると俺が暇になるからな。麦わらたちが戻ってくるまでの間の暇つぶしで相手をしてやる。映画本編はパラレルであり、何かあった未来、エレジアに置いていかれ12年間孤独となるとこまでは静止。私はこの認識でござる。というわけで本編時空はルフィの新時代で再会して幸せになると信じております。これ歌はちゃんと黄泉の国行けたんだろうな。もし歌ワールドに孤独とかだったら泣くよ俺。目覚ましライブにレッド語の歌らしき描写が。あの歌ちゃんはルフィに会う気だったから、映画原作に次ぐ第3の時空の生存歌だと思ってる。オダッチはね、人の心を折るけど後で折る前よりも再生してくれるの。そうじゃなきゃオダッチじゃない。まあ、レッド軸の歌の生存が望み薄なのは結構な視聴者が思っていて、そこに関しては生存 F を書いてる二次作者の大半もそう思ってるはず。原作時空だとエレジアで分かれて以降の消息が現状分からず自前なので、下手に海賊に襲われて落命済みって事態でもなければ引きこもってるとはいえ生存していると信じたい。ってのも大半の人々の考えだから、あとは文字通り原作者次第で歌の命運は分かれそうよね。映像伝伝無視で真実を知ってしまって人知れず自決してましたってのは真面目にきつい展開でござる。歌とルフィの出会いからエレジア壊滅まであっても原作と矛盾しない。レッド本編あったら原作と矛盾する。オダッチが原作で死なせてない限りは操作、エレジアで生きてる歌は存在する。オダッチなら扉絵でライブを開く少女、顔は遠くて見えないとか書いてくれると信じてる。原作では歌の代わりにシャンクスが死にそう。シャンクスの人生決まってるらしいし、歌はシャンクスと死別することで辛さを乗り越えて成長するとかあるんでね。それこそ映画ではシャンクスが歌を見取ったけど、原作では歌がシャンクスを見取るとかな。そんな感じやな。もちろん現場にはルフィと歌もいた方がいい。やっぱシャンクスが死ぬなら娘と友達がいないと。エレジアってイーストブルーかグランドライン前半の海にあるんだっけ。新世界からじゃまたレッドラインかカームベルト渡ることになるよな。まあルフたちも最後前半の海に帰るだろうしね。宝払いやラブーンの剣があるし、シキと一緒で生きてたとしても扉絵まででしょ。がぜんシャンクスの本格参入が楽しみになってきた。エースの死だって最初みんな受け入れられなかったじゃん。時が経てば受け入れるさ。人は乗り越えて強くなるんだ。死に方が受け入れられないのであって死んだこと自体はみんな結構すんなり受け入れてた気が。なんでエース殺したんですかってファンレターめっちゃ来たってインタビューで言ってるぞ。映画の結末は綺麗だからレッド歌はそれでいいが、なんだかんだ原作でもガチで歌が本格登場したら喜んじゃいそう。映画は映画、原作は原作って考えれば楽よ。結構期待してたりする。原作に出るなら根付きの小抜きの正常な歌の活躍が見れるってことか。映画と差別化は容易そうだな。正直なところを言うと、俺が好きになったのも幸せになってほしいと思ったのも映画の歌であって、原作で生きてるかもうというのはあまり慰めになると思ってない。ただひたすらに身も心もボロボロになって、かわいそうにかわいそうが重なって最後は死んで終わりなんて、そりゃ救われてほしいと思ってしまう。楽しいこといっぱい経験してほしいと思ってしまう。